富士の国校長広報課。富士っぴー、認知症って聞いたことある？今後ますます高齢化が進む中、認知症への対応はとっても大切な問題なの。認知症とは脳の働きが悪くなることで物忘れや理解力の低下などが起こり、生活において支障が出てくること。静岡県の認知症の高齢者数は2025年には20万人以上に増加すると見込まれています。これは高齢者のおよそ5人に1人が認知症になるということ。年を重ねると誰もが認知症になる可能性があるのよ。認知症の方は何もできなくなると思われがちですが、実際にはできることがたくさんあります。そのためには周囲の人の理解とサポートが必要。まずは認知症の方が大きな不安を抱えていることを理解しましょう。そして周囲が優しく手助けしたり、時間をかけて丁寧にコミュニケーションを取ることで不安が和らぎ安心するの。認知症の方へは、驚かせない、急がせない、自尊心を傷つけないの3つのないを心がけて接することが大切なんだって。誰でも認知症を正しく理解できるよう、各市町では認知症サポーター養成講座を開催しています。講習時間はおよそ90分。詳しくは各市町の担当課へお問い合わせください。そして認知症に関する悩みがある方はこちら 0545-64-9042 認知症コールセンターへお気軽にご相談ください。それでは今日のおさらい。社会みんなで認知症への理解を深めましょう。ここでフジッピーから今週の一言。寄り添えば心も通う認知症。みんなで認知症の方を温かく見守ろう。番組からプレゼントのお知らせ。毎月抽選で富士の国新商品セレクション受賞商品とフジッピーのぬいぐるみをセットにして3名の方にプレゼント。はがきやメールでご応募くださいね。番組へのご意見やご感想もお忘れなく。この番組は静岡県校長広報課がお送りしました。